エレーナ・ウラジー・ミロブ・ナクスタロワは、ロシア出身の元女性フィギュアスケート選手で、現在は、フィギュアスケートコーチ。1990年世界ジュニアフィギュアスケート選手権、銀メダリスト。1991年世界、ジュニアフィギュアスケート選手権銅メダリスト。元パートナーは、セルゲイ・ロマシュキン、オレグ・オフシアンニコフなど。元コーチは、母親でもあるスベトラーナ・アレクセイエワ。 セルゲイ・ロマシュキンとカップルを結成し、1990年、世界ジュニアフィギュアスケート選手権で2位、1991年度大会で3位に入るも、1990から91シーズンを最後に解散。1991から92シーズンから、オレグ・オフシアンニコフとカップルを結成し、1993年、ロシアフィギュアスケート選手権で2位、 1994年に3位。いくつかの国際大会でもメダルを獲得するが、1993-94シーズンを最後に解散。ちなみに、オフシアン・ニコフはこの後、アンジェリカ・クリロワと組、長野オリンピックで銀メダルを獲得することとなる。1994から95シーズンからは、バズネ・アズロヤントカップルを結成。 再び、ロシアフィギュアスケート選手権で2位に入り、ヨーロッパフィギュアスケート選手権に初出場を果たすが17位に終わった。このシーズンを最後に競技から引退。現在は、母親のスベトラーナ・アレクセイエは、オルガリアビニナと共にコーチ、振付師として活動している。主な教え子に、ビクトリア・シニチナ・アンドルス・スランジ・ガンシン、アンナ・ヤノフスカヤ・アンド、セルゲイ・モズゴフなど、 元教え子に、エレーナ・ロマノフスカヤ&、アレクサンドル・グラチェフ、エカテリーナ・ボーブロワ&、ドミトリー・ソロビエフ、クセニア・モンコ&、キリル・ハリャビンなどがいる。1989から90から1990から91まで、セルゲイ・ロマシュキンとのカップル1991から92から1993から94まで、 オレグ・オフシアン・ニコフとのカップル1994から95からバズゲン・アズロヤンとのカップル。ありがとうございます。